皆さんこんにちは。今回はウインナーパンを作ります。まずはいつも通り生地練りからスタートします。生地の硬さは普通くらいです。練り時間は8分ほど練りました。生地が練れたら一時発酵です。30度で55分発酵させてください。一時発酵が終わったらガス抜きをして7分割に切り分けます。切り分けたら丸め直してベンチタイムです。時間は15分ほど休ませてください。ベンチタイムが終わったら生地の成形です。生地を長方形に伸ばして粒マスタードを塗ってください。マスタードを塗ったらウインナーを3本乗せて包んでください。ウインナーを包んだら生地の閉じ目をしっかりと閉じます。閉じ目を閉じたら今度はウインナーを中心に生地をひねってください。生地をひねると動画のような形になります。ここまでできたらアルミ箔に乗せて二次発酵に入ります。30度で25分発酵させてください。二次発酵が終わったら生地の表面にサラダ油を塗って焼成です。190度で19分焼いたら完成です。